なあ霊夢。どうしたのよマリサ。実況動画を始めて約2ヶ月。もうそんなに経ったのね。今まで少しずつ動画をアップしてきたが、中には採用されていない動画がいっぱいあるんだ。それは仕方ないわよ。うつ主はやることが遅くて有名じゃない。違う。どういうことよ。ネタにならないんだ。いやいやいや、私いつも一生懸命プレイしてるわよ。それはわかっているさ。しかし動画をアップする以上、一生懸命やることだけが重要ではないんだ。他に何が重要だと言いたいの？それはもちろん。もちろん。霊夢の下手くそプレイだ。ちょっと待ってよ、さっきも言ったけど私はいつも一生懸命やってるのよ。だからそんなヘマしてる動画をわざわざ作らなくていいのよ。でも採用されていない動画を整理していたら、一部ネタになりそうなのが出てきたんだ。しかし動画一本上げるほどの長さではないから、ネタになりそうな部分だけを寄せ集めてみたぞ。ということはもうすでに作ったってこと？そういうことだ、称して。デッドバイデイライト、霊夢は逃げ切れるか、番外編。番外編って、いつもの動画とはちょっと編集スタイルが違うけどよかったら見てくれよな。やめてー、見ないでー。それではどうぞご覧ください。さて今日も元気にやっていきましょう。他の味方と一緒にスタートだな。ちょっと心強くなるわよね。いきなりのチェーンソーン。ヒルギリーかカニバルか。発電機がすぐそばにあるけどここは触らずに、様子を見てからにするわよ。様子を見てる暇がない。変わった外見のトラッパーに追われているわ。怖さ倍増だぜ。やられてしまったけどここに板があるわ。ここは板スタンか？あれ？簡単に回り込めたー。でもまだ諦めない。さっきの板倒しはうまく決まらなかったけど頑張って逃げ切るわよ。味方の救助に感謝だな。とりあえずキラーが戻ってくる前に遠くへ行かなくちゃ。いやー。内なる力で回復中です。安定のロッカーだな。味方さんが一人釣られているみたいなんだけど、救助されたみたいだぞ。それならよかったわ。回復は終わってるみたいだがロッカーから出ないのか？心音がしてるからこのまま少しこもっているわ。そろそろいいかしらね。発電機を回しに行くぞ。放電爆破を自ら受けに行ってしまったー。発電機はまだ1台も直っていないのにすでに厳しい状況よ。とにかく今は直していくしかないな。怪我しちゃったよー。救急キットを探しに地下に来たのか。そうなのよ、トーテムも見れてないから内なる力が使えなくて。ただ必ずしも救急キットが出てくるとは限らないな。そうね、これで出てこなかったら仕方がないわ。救急キットだわ。よかったな、これで1回分は回復できる。そして味方さんが釣られてしまったようね。でもまずは傷直しが優先だわ。そうだな、救助は別の味方に任せよう。心音が聞こえてきたわ。絆で見えてる味方がチェイス中なのか、それともキラーがこっちに向かってきているのか。治ったわ。私が狙われてたー。からの日々、ロッカーイン。そしてすぐ開けられたー。せっかく絆をしたのに。呪いのトーテム見つけた。発電機は触っていないようだから破滅かどうかはわからないが、とりあえず壊しておくか。霊障じゃなくて安心したわ。そして発電機も残り2台になったところで私はチェイス中よ。味方もまだ全員残っているようだな。そうね、でもやっぱり室内マップは苦手だわ。一旦決まったー。そのまま頑張ってロングチェイスするんだ。わかったわ、そして全員で脱出してみせるわよ。え？脱出できたみたいだな。そうね、私が思っていた脱出方法ではなかったけど、脱出できたことには間違いないわ。一応全員脱出したことにもなるからな。そういうことにしておきましょう。さて今回の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでもらえたら嬉しいぜ。あんな動画作るなんてひどいわよ。そんなことないと思うぞ。視聴者の方も喜んでくれてるはずだ。まあ見られちゃったならしょうがないけど、次回の動画はちゃんと霊夢が活躍してる姿をお届けしてみせるわよ。そうだな、余興としてそういう動画も必要だからな。むしろこの動画が余興みたいなものだからね。いつもはさっき見てもらった動画みたいなプレイしてないからね。そうなのか？まあいいだろう。
ちなみに要望があったら第2弾も考えているからな。ないからね、要望する人なんかいないからね。それはわからないだろう。ほらそろそろ終わりにするわよ。仕方がないな。では皆さん最後までお付き合いありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。